では外角球を打つのに大切なことは軸足の粘りの動きです。ダメな選手は腕だけの力、足だけの力でボールを押し出すように振っています。そうではなくて軸足の股関節の粘りの動き、ふわっとする動きを利用しながら、外旋から内旋の動きを利用しながら振ると、外角球を強いボールが打てるようになります。じゃあプレーをもう一度見てみましょう。